ガマルジョバ雄星です。2024年9月13日、世界周遊224日目です。ということで、今どこにいるかというと、ジョージア中部の町、ゴリに来ているよ。ということで、今回はゴリ編。レッツゴー。現在の時刻は午後1時5分、ジョージアの首都トビリシにいます。やっと仕事が終わったので、今日はね、これから日帰り半日でジョージア中部の町ゴリという町に行きたいと思います。トビリシからゴリという町まではディドゥベバスステーションからバスもしくはシェアタクシーで行けるので、これからバスステーションに行きたいと思います。はい、ということでメトロでディドゥベ駅に到着しました。出てすぐ左側にあるのが、バスステーションですね。ここでゴリ行きを探します。はい、ということでゴリ行きのシェアタクシーに乗りました。1人7ラリなので日本円で370円です。ということで午後1時30分出発です。ということで現在の時刻は午後2時37分、1時間ちょっとでゴリに到着しました。ここゴリはシダカルトリ地方に位置するジョージアで5番目に大きな町です。ゴリはソ連を約30年間統治したスターリンの生まれ故郷として有名です。2008年の南オセチア紛争の時はロシア空軍に占領された悲しい歴史を持つ町でもあります。ここはスターリンが生まれ育った町ということで、スターリン博物館があります。それがこの後ろの大きな建物です。今回はどうしてもこの博物館に行きたくてゴリまでやってきました。ということで早速中に行きたいと思います。ということで入り口にはこんな感じでムゼイ・スターリンって書いてありますね。ロシア語でスターリン博物館という意味です。入場料は15ラリ、日本円で795円です。ソ連のトップに立って独裁的な政治をしたスターリン。革命の際はレーニンの手助けをしました。7回逮捕、シベリアに流刑されるも5回逃亡に成功しています。スターリンは世界最初の社会主義憲法、スターリン憲法を制定。1937年から38年までの大粛清では65万人以上が死刑判決を受けました。スターリンの長男はドイツとの戦争で捕虜になりますが、スターリンは自分の息子だから助けるのは違うとして彼は殺されてしまいました。これはデスマスク、彼が亡くなった時に顔をかたどったものです。出口右側にお土産屋さんがあったので、せっかくだからスターリンのポストカードを買いました。10ラリ、日本円で530円です。博物館の外にはスターリン専用の電車が保管されています。スターリンは飛行機嫌いだったということで専用の電車を作らせたそうです。それでは電車の中に入りたいと思います。博物館正面にはスターリンが実際に4歳まで住んでいた家が保存されています。この家はたった2部屋しかない借家だったそうです。現在時刻は午後3時30分、時間があまりないのでささっと40分ぐらいで博物館を見学してきました。それじゃあこれから少しだけゴリの街を散策したいと思います。今私が歩いている場所はさっきのスターリン博物館の目の前の公園、スターリン公園です。ここがゴリの中心地です。メインの通り、スターリン通りはこんな感じでソ連時代に建設された建物が並んでます。ちょっと中央アジアと雰囲気が似てますね。この巨大な建物はゴリの市庁舎です。タウンホールですね。めっちゃでかい。
この辺りはゴリの旧市街地です。ロシア帝国時代の建物がたくさん並んでいて、すごく雰囲気がいいですね。この辺はすごく雰囲気がいいですね。石畳だし。で、この先にフォートが見えるので、そこまで行きたいと思います。今向かっているフォートはゴリ城塞という城塞です。7世紀頃に建設されました。城塞までの道はそんなに急じゃないので、比較的簡単にアクセスができます。道は結構しっかりと整備されてますね。非常に歩きやすいです。はい、ということで10分もかからずにゴリ城塞の一番上に到着しました。びっくりするぐらい何もないです。約1400年ゴリの街を見守ってきた城塞です。こうやって上から見ると分かる通り、ゴリの町は山に囲まれています。このゴリがあるシダカルトリ地方っていうのはシルクロードで栄えた町なんですね。なのでこの城塞からもアラビア文字が書かれたコインなんかが発見されているそうです。なぜかはわからないけど大きな穴が開いています。めっちゃ声が響く。大きなジョージアの国旗は風でたなびいています。それではそろそろ町に戻ってトビリシに帰りたいと思います。元来た道を戻ります。ここは城壁の外ですね。ゴリ城塞のふもとには小さな教会、これもジョージア正教会ですね。地元の人たちに愛されている小さな教会です。旧市街地に戻ってきました。それではこれから歩いてバスステーションに向かいます。ちなみにゴリにはバスがあるんだけど、市内結構小さいのでバスを使わなくても十分観光できるかなと思います。ということでバスステーションに到着です。この変わった建物の目の前からシェアタクシーに乗ることができます。ちなみに現在の時刻は午後4時30分なので、ゴリの滞在は約2時間でしたね。なんでこんなに焦っている、急いでいるかというと、トビリシ行きのシェアタクシーのね、最終の時間が結構早いらしいです。夜はないんだって、夕方までなので、それで焦っていました。で、電車もあるんだけど、電車の最終も午後6時なので、シェアタクシーがダメだったら電車、そんな感じでね、帰んないといけないから、割と駆け足での観光になりました。このシェアタクシーで行きます。来た時と同じように7ラリなので日本円で370円です。現在の時刻は午後4時35分出発です。現在時刻は午後5時25分50分でトビリシに到着しました。今いるのは行く時と同じリドゥベバスステーションです。で、これからホテルがあるステーションスクエアというメトロの駅までメトロを使って行きたいと思います。トビリシのメトロは写真動画撮影禁止なので一旦カメラをしまいます。はい、ということでステーションスクエアに到着です。で、これからトビリシで多分一番美味しいシュクメルリを食べに行きたいと思います。今日はこのチュリというレストランでディナーにしたいと思います。店内の雰囲気はこんな感じ。レンガと木目が希少でとてもおしゃれな店内です。チュリのメニューはこんな感じです。まずはナチュラルジュースを注文。 3.5 ラリなので日本円で185円です。オレンジジュースかと思ったらピーチですね。美味しい。メインディッシュはもちろんシュクメルリ。24ラリなので日本円で1272円です。
このレストランの宿命よりはかなりでかいです。私の iPhone13 と比べてもこんな大きい。それではいただきます。別の動画でも紹介したんだけど、シュクメルリはこんな感じで、チーズとニンニクが大量に入っているホワイトソースでチキンを煮込んだ料理です。チキンが丸々1匹入ってます。お肉はホロホロ、とにかくニンニクの香り、味がすごく強い、美味しいです。こうやってパンにスープを吸わせてこのパンを食べるのもものすごく美味しい。これね、かなり量がありますね。一人で食べきるかな。味が濃いから結構ね、飲み物が必要ですね。もう一杯レモネードを注文しようかなと思います。ということでレモネードを追加で注文しました。 3.8 ラリなので日本円で200円です。一応すべて食べきりましたが、 2,3 人でシェアがちょうどいいと思います。美味しかった。いやー、今日のディナーも美味しかったです。ということで今日の動画ではスターリンが生まれ育った町ゴリの様子をお伝えしました。では今回の動画この辺で終わりにしたいと思います。ぜひチャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。